あれ、ちょっと待って。あ、いや、今日はちょっとダメだ。ごめん。おいおい、遅刻だよ。起こせ、起こせ。レベッカ、起こしなさいよ、ジェイコブを。遅刻だよ、お前。もう昼になっちまう。あ、ジェイコブ、ジェイコブ、待て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 。お前、トイレじゃないか、これ。先にトイレ行け。学校はいい。ちょっと。そのまま行くな、お前。おしっこかましたまま行くな。学校に遅れますじゃねえんだよ。今日休んだらどうなの？休めないのか、これ。大丈夫か？授業中。いやー、絶対ダメだろう、あんな状態。レベッカも多分二日酔いですね、これは。ご飯食べたら、ちょっと直してみようか。ビショビショなんだよな。どうして一回そこに置くんだろう、毎回。片付ける前に。あ、中なの？大丈夫なのかな？感電しない？あの牛乳パックかわいいね、これ。これ。牛乳パックでしょ？オレンジジュース、ピザ。これなんだ？マーガリンかな、うん、バターがマーガリンだね。あの、向こうの。野菜室があって。これ、なんかちょっと中華系のもんだね。うん、治ったじゃん。これ何？部品？部品を取り出す。使えるもんがあるんじゃないの？大丈夫な？こんなにごっそり取って。何か使えるのないの？あるんじゃないの？何か取れた？何か取れたんかな。まだあるよ。これ。うん、何？ポスターの改善。ジェイコブは非常に興奮しながらイルカのポスターを提出しました。イラストと写真と豆知識が全て入っています。でも他の子供たちは密かに銀色の光を放っている他の生徒のポスターに群がっています。ジェイコブはポスターを忘れたと言って休み時間中に書き足すこともできます。いや、時間内に提出しよう。ジェイコブは自分の作品を誇り持つことに決め、遅刻をしてしまう危険性を回避することにしました。彼が自分のポスターを見せびらかすようにしながら提出すると、先生から目いっぱいの笑顔を送られ、真っ赤に輝く B を獲得することができた。いいじゃない。よかったじゃないの。悪いことするべきじゃないよ。この部品、所持品に入れる。なんで不快になった？ゴミ？ほとんどの島は不潔な環境にいることを好みません。うん、なるほど。片付けしよう。その後ジョギングだな。あ、エド来たよ。ちょっと待って、エドを招待する。そんな格好で招待したら、ことが起こるよ。大丈夫なんかな？着替えて。レベッカ、着替えてからだぞ。モップがけは後でいいだろう。エド帰っちゃうぞ、レベッカ。あ、よかった、着替えた。え、ちょっと待って、待って。エドを招待せ。あれ、仕事の時間だった。
ああ、そういうことだよ、エド。お前、もう寝てる彼女を置いて帰ったからだよ、これは。ご立腹ですわ、レベッカは、きっと。そりゃ仕方ないわ。うん。もうちょっとで多分、ジェイコブ帰ってくるから待ってな、そこで。エミリーちゃん、全然来ないな、遊びに。家にいるのかな。家も見てみないとわかんないからな、入り込んで。あ、帰ってきたよ、ジェイコブが。エミリーちゃん、どっかにいないかなって思ったんだけど、いないな。あれ、エドはもう帰っちゃったか。あ、帰っちゃったか。これエドじゃねえ。すぐゲームやるな、お前。全員を家に返す。ということだ。これ、きれいにするって、ジェイコブはやれないんだな。これ食べな。あんまりも。お姉ちゃんの食べさし。悪くなる前にそこ。どう？おいしいかい？もう一緒に食べんなお前。壁が見えてないね、やっぱり。見えるべき壁は見えてないと。匂い嗅ぐんじゃない。衛生面でちょっと悪いな。やっぱ給食とかあるから、ねえ、そこそこ大丈夫なんだな、学校に行かせてしまえば。ただおしっこ漏らさなかったのかな。それだけは心配なんだ、すごい。お風呂入んな。お風呂で遊ぶんでしょうか。これでね、楽しさも合わせて上がる。ただ衛生面、あんまり体よく洗わないから、衛生面的にはちょっとあんまり良くないんだけど、これでちょっと長時間、風呂場でわちゃわちゃしてても。で、なんか来てるぞ。ギャラリーを開く。一人のプレイヤーがウィリアムズ兄弟のマイホームをお気に入りに入れました。ありがとう。結構7人のプレイヤーがウィリアムズ兄弟のマイホームをダウンロードしてくれた。ありがてえな。まあ今の家ですね。ちょっと木が邪魔だったね、これ。たいな。ちょいちょいだからこう手加えたらどんどんねアップしていって皆さんに使っていただくと。お風呂出たらこれ片付けんだぞ。どうやって遊んでんだろう、ジェイコブは。なんか紫の化け物で遊んでる。それなんか銃、なんかジュ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 って言ってるけど、そういうもんじゃないでしょ、それ。いやー、すごいよな、このゲーム、本当に。電源ある。ヒップホップ。
お姉ちゃん何時に帰ってくる？ 8 時に帰ってくるのか。ちょっと2日目になっちゃったな。1日ね、1回の放送で1日っていう。あ、エミリーちゃん来たよ。ちょっと待って。招待しよう。やっと遊びに来た。片付けはいいんだけど、エドじゃねえや。ていうこと。後ででいいから、エミリーちゃん入れてあげなよ。で、帰っちゃうよ。エミリーちゃん。あ、ルノブロー。いや、カブラ。今からこれを片付けるとこだったんだ。お家に入りなよ。どうじゃ、何それ。エミリーちゃんちパソコンなかったからね、多分ね、あのゲームしに来てるんだと思うんだよね、ウィリアムズ家に。いろいろ片付けなさい。で、エミリーちゃんと話す。ほら、エミリーちゃんゲームやりたいな。学校について話す。あ、流行のネタ披露。よし、先生稼げよ。ジェイコブ。コルベイコボン。バジアスパ。ズルパジョービー。ジャージョーロネプメク。フラスロナフルーダウバ。完全に、あ、見てくれた見てくれ、よかった。ゲームに夢中でもう全然聞いてくれないみたいな感じ。バイアグロシスティーパヨーニューシャカブラゴシャシーナウォールラービーバースパいいねいいね、仲良しだ。ヨーンムーンラーコーメルパガゾドルコヨンキペンラモイトランザソンザケモンエプニーボイビバラファガゼラノイスラシュノイマーケルウェヨスノチャノシャガブラコラファガゼ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 ラあんまり遅くまで外で遊ばせるとエドに悪い。わあ、ニューシャファイアグロッシュシファヨーガウマヤミチェイ。そうそう、お姉ちゃん帰ってくるぞ。チュ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 ピーバーザルボマーフェイブラス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 フェイブラちょっと待って、ちょっと待って。ボンゴーイフォーダンスしない。エミちゃんと一緒にダンスしたらどうなの。ジェイコブ、レベル抱えてきたな。402ドルを獲得して、よし。あ、すげえしっかり踊るじゃない、ジェイコブ。エミリちゃんは、エミリちゃんどんな踊りするの。トーキー、はい、エミリちゃん見てるだけ。踊ってくれない。シューバーシューバー、トーキーニューマン、ジェイ、シーピー、ユーラドーニーマーショー、スーシュー、ベア、ペンバー、モイーブ、ランザソー。お姉ちゃん、お姉ちゃんは帰ってきてしょ。ああ、座ってんな。ブッシーブッシー、お姉ちゃんはお風呂入った方がいいね。あ、ちょっと待って、お風呂入る前にここキッチンシンクきれいにしてもらおう。汚れてるんだよな、うん。
しいな、このゲーム。何なの、このゲーム。よし。オーライ。なんだ、まあ、ほっといて、寝た。ジェイコブ。この世界の男って、なんて頼りないんだろう。エミリーちゃん、ごめんね。もう好きなだけ、ゲームしていいか。隣だからね、別にいいんだよね。エドいるかな？中見れないんだ。エド絵描きだからね、絵描いてる可能性あるんだけど。こっからは見えないのか、中にいるのは。見えないね。見えない。いないのかもしれない。出かけてんのかもしれない。あ、帰るってミリちゃんはもう帰ったのかな。帰ったみたい。いろんなとこから会ってる。うん。そしたら、まずトイレに行っちゃおう、ついでに。あ、ジェイコブだ、これ。レベッカは楽しさ。あ、たまにはゲームもいいね、レベッカもね。てか、だいぶ遅くなっちゃったな。残り物。ジェイコブも残り物。うん。何、どうしたどうしたどうした。あー、えらい自発的にやったぞ。俺やれなんて指示してないのに。いい子になったなお前は。え、ジェイコブ、ご飯食べなさいって。音楽好きなのかな、お姉ちゃんの影響かな。座って食べな。この団らんが好きなんですよ俺ね。兄弟でここに並んでご飯食べて、学校で会ったことを話す。スヌルゾーティーバーファズーファパサエスノイシロファファズーになる。ドーバーSaba Fenirsh. Freeba from... あんた戦車のお弁当箱欲しいって言ってたでしょ。買ってあげるから、今度。本当にお姉ちゃん。嬉しいよ。美味しそうに食べるな。美味しい？インスタでも普通なんだ。たまにすごい美味しいっていうやつあるよね。もう寝な、ジェイ。もう早めに寝なさいよ。お前、寝坊してるからな。昨日だか一昨日だか。レベッカはトイレ行って寝る。その前に楽しさをマックスまでゲームで上げてもらおうか。
ブ上がった。レベカのテールゲームのスキルがレベル2になった。ちょうどよかったのかな。トイレ行こう。エクギだったんで、最初から。そしたらもう寝る。いい時間だ。これ消さなきゃダメ。ああ、今日セクシーな格好で寝てる。というわけで、今回ここまで。長時間でご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方、お願いいたします。というわけでね、次回こそは、レベッカとエド、くっつけるために、何かのロマンスがあってほしいですね。というわけで、ここまで。お疲れ様でした。ごきげんようさんなら、お疲れ様です。